山西、小谷、中央、地方、年齢所属の垣根を越えて強力牝馬が集合しました。ダート女王の決定戦 JBC レディースクラシック、まもなく発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、花を奪うのはどの馬でしょうか。予想通り先手を取りました。セブンカラーズ。2番手にはハクサンアマゾネス、ベルアセット。どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から。やはり行くのはこの馬、グリームウィングス、白の帽子、ウィンドワルツ。その後ろ、外を通ってハクサンアマゾネス、これに続いてセブンカラーズ、間が空いてルイドフィーネ、外にはテキュー、ここにルチルクオーツ、その横にスマイルミーシャ、その外にリネンファッション、その後ろにケラスビア、内からはアラウドアンデス、その外からキティズダンフィット、その後ろにオータムドール、スピーディーキック。すぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭はまだ8番クリームウィングス、内からウィンドワルツ、外の方からはハクサンアマゾネス。でもまだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはウィンドワルツ、2馬身から3馬身のリード。ボボ、足色は十分、前に迫れるか。200を切った。ボボ追い上げてきた。ウィンドワルツ、ここまでか。ボボ差し切った。ボボゴールイン。2着にはどうやらウィンドワルツ、3着はアラウドアンデス。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはボボ。